動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。まあなんか今日は頭が重いですね。動物の話はまた後でしますけども、先にちょっと動物の話をしますと、アライグマ、伊東津の森公園にいるアライグマのチロルっていうお年寄りのアライグマがいたんですけども、それが閉園中にですね、亡くなってしまったという、休園中に亡くなってしまったということで、まあ、ニュース、伊東津の森公園からの情報発信が入ってきましてね。だから今記事をちょうど書いてたんですよ、そのチロルと、あと前に生きてた、マルっていう男の子のアライグマがいるんですけども、そいつの記事を書いてた途中で、で写真をね、もう近い、その置いてましたので、そういう時期が近いかなと思ってたんですけども、まあせめてね6月まで、縁が開く6月まで生きててほしかったなと思ったんですけども、間に合わなかったなっていう感じですね。こういう生き物っていうのがおそらく他の動物園、いろんな動物園でもいっぱいいるんだろうなと思って、まあ、亡くなっちゃったよっていう情報だけがあって、で、まあ、その時に行けないっていうのはね、まあ、推しが死んじゃうっていうのは動物園好きにとっては避けられないことではありますし、よく体験することだとは思いますけども、まあね、仕方がないのかなと思いますよね。はい、まあなのでそのうちこの記事はノートでアップロードしようかなと思いますので、まあ、近いうちに見ていただければいいかなと思います。はい、まあ、だからちょっと気分的には重いんですけどもね、はい、これは仕方がないことです。さあ、ということでございまして、今日は5月26日はイギリスの団体が、制定したカワウソの日、世界カワウソの日ということでございまして、あ、ちなみに日付で思い出したけども、昨日じゃなかったですね、皆既月食、今日ですね、今日の20時から23時ぐらいまで見れるっていうらしいですよ。九州はあんまり見れないらしいけど、はい、元に戻りましょう。カワウソの話、カワウソの話をしたいと思いますが、まあ、かねがね僕が言っております通り、カワウソについては、まあ、もちろん可愛いという問題でツイッターでバズったりとかね、TikTok だったりとかっていうところでも今は人気みたいですけども、もちろん、それ見てペットにしようって思う人いっぱいいると思いますけども、飼えません。何回も言いますけども、飼育はできません。まあ、いろいろな理由としましては、まず一つに匂いですね。匂いっていうのが、これ桂浜水族館、僕が行った時なかったんですけど、今は、カワウソの匂いっていうのが嗅げる、まあ、カプセルじゃなくてタッパーみたいなのがあるんですけども、他の動物園とか水族館でももしかしたら嗅げるかもしれませんね。カワウソっていうのは匂いが、強くて、で、まあ、飼育が難しい、まあ、ペンギンとかもそうですけどもね、基本的に水の中に入る生き物っていうのは油を出したりして自分の毛皮を保護したりするので、そういうものの匂いだったりとか、あとは食性が肉食だったりして匂いがきつかったりっていうのと、あとは声ですね、鳴き声、すんげー鳴きますし、ギャーギャー鳴きます。で、一人になってる間は暴れ回りますので難しいですね。あとは食ですね、大食感なので食費がすげえですよというのと、あとは環境ですね、一匹だけで飼育するのは良くないです、ダメです、はい、複数で行動して家族で生活している生き物でございますので、カワウソに関しては、複数で飼育するっていうのが大事だなと思います。はい、まあ、ただね、これおそらく皆さん飼わないようにねって言ったとしても、飼育する人は飼育しますし、もっと言うと根源ですよね、元をたどっていくとそうやって輸入してくる人っていうのがいるわけですね。で、まあ、輸入する人っていうと、まあ、なんかヤクザとかそういうなんか暴力団関係の人なんじゃないかっていう人もいますけども、結構有名な人とかもねいます。最近ほら、あの屋根裏で蛇捕まえたあの人とかね、あの人とか捕まえて、多分あれ、あの後おそらくテレビとかでねインタビューとかいっぱいされると思うんですけども、まあ某動物園の園長兼輸入をやってる方です、名前は言いませんけども、あの方のおっしゃるには、動物保護団体よりも自分たちのような
動物輸入省がそういう動物、貴重な動物を保護管理する方がいいんじゃないかということをおっしゃっておりますね。じゃないと、だんだんそうやって動物の数が少なくなっていくと、動物の飼育の仕方だったりとか、保護の仕方だったりっていうのが分からなくなってくるので、私たちのような輸入商が輸入して、で、そういうのをちゃんと身につけていくべきなんだっていうふうにおっしゃっておりますけども、僕は全くそんなことは思いません。まず輸入してお金にして、それを販売するっていうことの時点で需要が生まれてるわけで、そうやってお金になる、需要ができてお金になるっていうことは、いろいろな人のビジネスになってしまって、その生き物をビジネスに乗っけてしまう、絶滅危惧種をビジネスに乗っけてしまうっていうのは絶対にやってはいけないことだと僕は思っております。あとインタビューの中では、我々も動物保護のために寄付をしておりますって書いてるんですけども、それは現地の保護団体に寄付をしてるのか、それともなんか、違う国内での保護活動に寄付してるのかっていうのはわからないですよね、その辺が微妙だなと思いますよ。で、岩合光昭さんの言葉の中に、毛皮は元の持ち主が着るのが一番似合うっていう言葉があるんですけども、まあその通りだなと思ってて、それっておそらくこういう動物の輸入だったりとかっていうのにも言えることだと思いますので、だからそうですね、やっぱりいるべきところにいるのが動物にとっては一番僕は似合ってるなっていうふうに思いますね。カワウソはやっぱり水槽の中じゃなくて、現地の、コツメカワウソだったらマレーシア、そういう東南アジアの、水の中だったり川辺だったり森の中だったりで、家族で過ごしてるっていう姿が本来一番似合ってるというか、そのあるべき姿だと僕は思っておりますので、そういう姿を取り戻せるために、もしそのために日本からカワウソがいなくなったとしても、僕はそれはそれでいいんじゃないかなと思いますね。ということでございまして、今日のニュースはカワウソ飼えませんという、カワウソの日、世界カワウソの日だけども、カワウソは飼えませんというお話でございました。お米もできました。